あるゴールドスタインあるゴールドスタイン、1936年1月10日から2013年12月19日は、アメリカ合衆国、ニューヨーク市ブルックリン出身の出版事業家、ポルノグラファー、ユダヤ系として生まれる。1952年、16歳の時、おじにあてがわれた、売春婦によって、童貞を喪失。ロワー,ーマンハッタンのペース大学に学び、 1968年11月、150ドルの資金でジムバックリーと共にタブロイド誌スクルーを創刊。1973年、ジャクリー・ヌ・オナシスのヌードを掲載して話題を呼ぶ。53万部の売り上げを誇った。ニューヨークのケーブルテレビ番組ミッドナイト・ブルーではホストとプロデューサーを務めた。彼の会社ミルキーウェイ・プロダクションは、 スクルーの出版元であると同時にミッドナイトブルーの制作会社でもあったが2004年に倒産した。スクルーの売り上げは前世紀の毎週14万部から3万部にまで落ち込んでいた。事業不振の原因はポルノ業界に押し寄せる IT 化の波にうまく対応できなかったことであると自ら認めている。このため彼はフロリダ州。 ポンパーノビーチの豪邸を2004年6月に売却し、借金返済に充てた。ホームレスに転落したとも伝えられている。2004年11月28日には、本を3冊万引きした容疑で逮捕された。5回の結婚歴がある。タクシー運転手として働いた経歴を持つ。ユダヤ教に回収したコラムニストのルークフォードは、著書、XXX コミュニケーテッド。 A レベルウィズアウト A シュルの中でゴールドスタインとの会話について記している。ポルノ業界になぜこれほどユダヤ人が多いのかフォードが尋ねるとゴールドスタインはそりゃユダヤ人はキリストもカトリックもクソくらいと思っているからさ。俺たちは権威主義なんか信じねえからなと答えた。ユダヤ人であることはあなたにとってどういう意味を持っていますかとフォードが聞くとゴールドスタインは 意味なんかねえよ。俺が、ユ委高と呼ばれるという意味しかねえと答えた。あなたは神を信じますかとフォードが聞くと、ゴールドスタインは、俺が信じているのは、神じゃなくて俺だ。俺自身が神だ。神なんか、クソくらえ。神ってのは、何か超越者を信じたいという欲求の異名だ。俺こそが、超越者だ。俺自身が神だと認めろ。俺たちはでたらめだ。 俺たちは犬のケツでうごめいてるのみだと答えた。人不全によりブルックリンの老人ホームで死去した。ありがとうございます。